失礼します。議長の許可を得ましたので、通告に従って質問させていただきます。昨年、12月以降、新政権に代わって、人から物へと言われるようなさまざまな政策が打ち出されました。円安、株高も一時の勢いはなくなり、経済は相変わらず不安定要素が渦巻いています。私たちの生活に円安による値上げラッシュが降りかかり、以前にも増して経済負担が大きくなっています。燃料の値上げ等は、私たちの生活に直接大きく関わってきています。水町のある漁師さんのことの中に、当分、俺は漁に出えへんねやと、出れば出るほど赤字になるんやということで、そんな言葉を漏らしておられたことを、覚えています。収入が上がらず、支出のみが増えていく、こういう実態が今あります。その中で、一方で生活保護費についても、マスコミ挙げてのキャンペーンかのように、不正受給や有効費への過大な流用を取り上げ、生活保護費の削減を打ち出しました。さらには、労働者の生活の取り柄ともいえる最低賃金の緩和なども法案化されようとしています。今、最低賃金は1時間あたり750円です。この金額で1ヶ月一生懸命働いたとしても、場合によ、ケースによっては生活保険にも満たないという場合も起こります。これでは生活保護受給に走るのも当然かと言えます。当然、働く意欲もなくなります。まるで昔、学校で歴史の勉強したときに出てきた上見て暮らすな、下見て暮らせの言葉、そのように下に合わせよう、下に合わせようとなっているように思い出してしまいます。より高い文化的な生活を保障するのは行政の務めです。日本の子どもの貧困率は、2009年度の調査においては 15.7%、一人親世帯では 50% を超えています。これは OECD 加盟国では日本最低です。今はこれ、2013年ですから、それ以上になっていると思います。こんな現状の中にあって、昨年度進めました高校無償化は大きな救いになっていたという声も多く聞きました。これを受けて国は、子どもの貧困対策方針、推進法をつい先日、6月18日に、これは参議院の厚生労働委員会で全会一致で可決されました。生活保護費の削減や最低賃金の緩和、これはそういう動きとは真逆の改悪ではないでしょうか。政府は民間の労働者の賃金を上げることを大きな目標にしています。一方では国家公務員の賃金は大幅にカットし、地方もこれに並ぶよう、補助金や交付金を支給を減らすというような、半ば脅しのような形で強制的に仕入れようとしています。地方の固有の財産である地方交付税は、一方的に減らしたり、使途を制限したり、条件をつけたり、つけたりすることが禁止されているのは、これが当然のルールであります。それを覆そうとしています。賃金アップが経済を動かすというのであれば、日本で一番大きな事業体である自治体で働く公務員の賃金も上げるべきではないでしょうか。今の社会状況で上げることが困難であれば、大幅カットというのは、だけは避けるべきではないでしょうか。公務員 にも適正な賃金を、公務員の賃金においては、適正な賃金を決定するために人事院勧告制度があります。これを尊重することが、これまでの歴史でしたし、
これからも大事にすべき制度だと思っております。そこで、人口減少対策と国民宿舎の利用拡大も含めて、以下の質問をさせていただきます。1、安心して暮らせるまちづくりについて、1つ目、生活保護費の引き下げや最低賃金制度の限度の緩和などについて、その是非について見解を示していただきたい。生活保護費が引き下げられた場合、辰野市独自の補助制度を検討する思いはないのでしょうか。政治の力で各自治体の公務員の賃金抑制が半ば強制的にされよう、なされようとしています。これは人事院勧告制度を無視するものだと思いますが、その制度をこれまで尊重されてきた市長の姿勢を示していただきたいと思います。4つ目、人件費削減のために、辰野市においても、臨時食品が大変多くなっています。職務内容が正規職員とは差がない職種もあると思います。その場合の賃金格差が職員の意欲や責任感の欠如につながり、強いては市民サービスにも影響するのではないかと危惧されます。市民サービスの維持向上のための適正な正規職員数を確保すべきと考えるが、今後の臨時正規の採用計画はどうするつもりなのか教えていただきたいと思います。人口減少対策についてです。紀新線の利用者が増加しているのが、朝夕の乗降客の様子から感じ取れます。その中には、辰野市に職場がある労働者が多く見られます。紀新線利用者だけでなく、バスや自家用車等の利用者も含め、市内事業所に勤める市外在住者の辰野市定住のための補助優遇制度を検討すべきだと考えますが、どうでしょうか。3番、国民宿舎の利用拡大に向けて、年間3層利用者への特典や、どの宿舎でも共通の特典、サービスをつけた商品開発は進んでいるのでしょうか。利用のポイント特典などは考えていないのでしょうか。市民の利用特典や優待制度などは設けられないのでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。20番、三木浩一議員のご質問のうち、1点目の3番、人事院勧告制度のやらない国の賃金抑制に対する市の考えにつきましてお答えいたします。本市の給与制度につきましては、基本的には例年、人事院勧告に従って、給与表の改正等を行い、市の条例より決定しております。その姿勢は変わっておりません。本市の給与水準でございますが、国家公務員の給料を100とした場合のラスパイレス指数で示しますと、国家公務員の給料が100で、示しますと、合併後の平成18年4月時点が辰野市は 96.3 と、国が100に対して辰野市は 96.3 と、非常に低い水準でありまして、6年間かけてようやく平成24年4月現在、98.0 となったところでございます。この98.0という給料水準でございますが、これは神戸市を除く兵庫県下28市の平均が 99.8 でございます。この近くの西播磨管内の市で申しますと100を超えている自治体もあります。本市の水準は下から2番目とかなり低い水準でございます。一方、合併を徹底した行財政改革に取り組みまして、人件費の削減を行ってきたところでございます。その結果、
職員数におきましては173人、全体の 19% に当たる職員を削減し、18年度からの累計実績効果額は約104億円に及んでおります。これだけ職員を減らし、残った職員にかなりこう時間的仕事の内容は負担になっておるところでございます。これらのことから本市におきましては職員の給与は現状維持をすると、それでも他と比較して低いと考えておりますので、その点ご理解を賜りますようお願いいたします。なおその他のご質問は総務部長、企画財政部長、健康福祉部長、公営企業部長に答弁いたします。健康福祉部長。引き続きまして1点目のご質問の安心して暮らせるまちづくりについてお答えいたします。まず1番目のご質問の生活保護費の引き下げや最低賃金制度の限度の緩和等に対する是非についてでございますが、議員ご交渉のとおり生活保護に関する事務は法定受託事務であり、本来国が果たすべき事務を市が代わって行っているものであるため、国が事務の適正な執行を確保するため、生活保護法をはじめ、これに伴う諸規定により生活保護基準を策定し、全国一律に同様の事務が行えるように制度化されております。生活保護費の基準につきましては、社会保障審議会において議論された結果を踏まえ、決定されたものであり、また最低賃金につきましては最低賃金法に基づき労働政策審議会の意見に基づき決定されたものでありますので、是非につきましてはコメントは差し控えさせていただきます、いただきたいと存じます。次に2番目のご質問の生活保護費が引き下げられた場合の市独自の補助制度の検討についてでございますが、生活保護費の新たな基準につきましては平成25年5月16日付官報に厚生労働省告示第174号生活保護法による保護基準の一部改正の件が掲載されており、すでに決定しているところでございます。生活保護費の基準額は先ほど申し上げましたとおり、社会保障審議会の保護基準部会において年金や最低賃金等の所得状況や物価水準等を勘案して検討された結果を踏まえ、国が健康で文化的な生活水準を維持することができる最低生活費として決定されたものでございます。また生活保護制度は生活に困窮するすべての住民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として行われるものでございますため、生活保護費の引き下げに伴います市独自の補助制度につきましては考えておりませんので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。総務部長。続きまして1点目の4番目のご質問の市民サービスの維持向上のための今後の臨時職員正規職員の採用計画についてお答えいたします。まず本市の正規職員の職員数につきましては、職員定員適正化計画に基づき定員管理の適正化に努めております。また職員採用にあたりましては、毎年職種ごとに職員採用計画を策定いたしていたしまして、採用職員数の平準化を図りながら計画的に実施しているところでございます。次に臨時職員の配置についてでございますが、事務系の職場におきましては緊急的な業務量の増加や著しく職員が減少した場合に限り臨時職員の配置を行っております。それ以外は原則不補充といたしておりますので、
合併時と比べまして職員数は減少しております。一方、例えば保育所や幼稚園といった専門職の職場におきましては認定子ども園課を含めた今後の施設の在り方を見据えた上で正規職員の採用を退職者の補充にとどめたことにより職場における臨時職員の割合が高くなっていることは承知いたしております。いずれにいたしましても正規職員臨時職員の採用につきましては政権交代により国の政策が流動的でございますので今後の動向には十分注視しつつ状況に応じた適正な職員採用職員配置に努めてまいりますので何卒ご理解賜りますようお願いいたします。企画財政部長。引き続きまして2点目のご質問の人口減少対策についてお答えいたします。我が国全体が人口減少社会に入っていることを踏まえ人口の減少に歯止めをかける施策の展開は本市においても重要かつ喫緊の課題として捉えておりその施策の良し悪しが自治体間格差となって現れると考えております。さて人口減少対策につきましては直接的な定住促進政策のみならず定住を促すための条件整備としての子どもを育てやすい環境の整備魅力ある市街地等の形成、企業立地の推進、地元雇用の奨励、U、J、I ターンの推進など、総合的な取り組みを一体的に行うことにより、その効果が上がるものと考えております。本市では人口減少、少子化対策といたしまして、新規高卒者ふるさと雇用奨励事業、新卒者等就職支援事業、工場立地促進事業による雇用奨励、辰野暮らし志向事業、新規就農総合支援事業、子ども医療費無料化、預かり保育の充実、特定不妊治療助成事業、出生祝い金などを実施いたしております。議員ご指摘の市外在住の辰野市定住のための助成優遇制度につきましては、直接的な定住促進対策とともに、包括的に取り組み、真に事業効果が上がり、持続可能な施策を慎重に検討し、事業化に向けて取り組んでまいる所存でございます。そして若者が住んでみたい、暮らしてみたいと思うような魅力あるまちづくりを創造してまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。公営企業部長。引き続きまして3点目のご質問の国民宿舎の利用拡大に向けてについてお答えいたします。まず1番目のご質問の3層利用者への特典や宿舎共通の特典やサービスを付加した商品開発についてご説明申し上げます。国民宿舎におきましてはこれまでに山荘めぐり宿泊プランやお花見プラン、もみじ狩りプランなどを実施しており今年度も一泊三食付きのもみじ狩りプランについては引き続き実施する予定でございます。また今年度はコミュニティバスと国民宿舎の利用促進を図ることを目的に国民宿舎共通クーポン券付きコミバス乗車券を販売するコミュニティバス利用促進事業を実施する予定でございます。次に2番目のご質問の利用者ポイント特典などは考えていないのかについてでございますが現在利用者のポイント特典は実施しておりませんが利用特典として食事をしていただいた方への無料入浴券やコーヒーのサービス券、割引券等の発行を実施いたしております。今後、
ポイント特典等につきましても検討してまいりたいと考えております。次に3番目のご質問の市民の利用特典や優待制度などは設けられないのかにつきましては、法事や還暦祝い等の祝辞におきまして、市民にご利用いただく場合のプランとして実施できないか検討してまいりたいと考えておりますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。三木浩一議員。市長さん、ありがとうございます。英断というか素晴らしい、発言聞かせてきまして本当にありがとうございます。私ども人事院勧告の大切さというのは、よく分かっておりますし、で 私が現場の職員におった時もそうですけれども、人事院勧告制度自体が、昔は比較対象が民間100人以上の事業所が比較対象の規模だったと思います。それが何年か前から50人の中小規模事業所も対象の中に入って一気に賃金が下げられたという時がありました。そういうものを含めて人事院勧告というのが民間により民間の意向にあった内容で常に決められているように思います。それを尊重するということの大切さを改めて感じております。さて生活保護費と最低賃金の件ですけれども、これ両方とも市議会とかいろんなところで検討された結果決定されていくというような話ありましたが、今の政府の動きの中で言ったらほとんどが政府主導でこういう方向でやりなさい、そうすればそうなりますね。下げるのは前提、または政府の意向を汲み取るような決定をするというのが市議会の今の流れになっていると思います。で、生活保護費についても、実際のところ、もらいたくても、引け目を感じながらもらわれてない方もありますし、逆にその額が、今の、部長の答弁の中にも、より質の高い、文化的な、ね、生活が送れるという状況にある金額なのかということもね、本当に今考えないといけないんじゃないかな。生活保護を必要とされる方の多くは、病弱であったり、家庭内でいろんな、健康不安を持っておられることが方が大変多いです。高齢者も多いです。そういう 中で、健康的な文化的な生活最低限営もうと思えば、今の時代で言えばクーラーは最低限なかったかんだろうし、田舎であれば車が当然必要になってくる、そういう時代に今なってると思うんですね。でそういうものは、具体的に、これがあるからこれがないからということではないと思うんですけども、時代に即したものに本当はなっていかなければいけないと思うし、むしろこういうのは引き上げる方向が、先進国ですか、そういう国の、歩みではないかなという思いが、片っぽでしています。そこで、最低賃金に絡んだ話で、少なくとも一生懸命働いても生活が楽にならない、いわゆるワーキングプアを作ってはならないという意味で、以前一般質問の中で公契約条例のことをお話しさせてもらったと思います。でこれも、近年どんどん全国的に、公契約条例を、作って、少なくとも公共事業に関わる労働者の賃金がきちんと確保される状況を作るというのも、これ公契約の大きな役割であります。ですから公共事業を受けたけれども、生活は給料がまとめに入らないと、かといって前に、落札額の2割アップでそれで補えれるんじゃないかという話も前答弁でありました。その2割が事業者の企業の方にの儲けになって、労働者への還元というのがならなかったら、これ本来の意味はないと思います。そういう意味で公共事業
の中で、受注する際の最低賃金だとかそういうものの積算、単価だとかそういうものを上げようとかいうような、お考えはないでしょうか。企画財政部長。工事の設計単価でございますけれども、先だってまあ、耐震補強工事があったと思うんですけれども、担当の方にですね、人件費の積算のはどうなっているのかというふうにお聞きいたしますと、1.2 倍、120% ということでございまして、国におきましても、賃金ですね、設計の賃金については、上昇カーブを描いているというふうに聞いてございます。それとですね、国の方におきましてもですね、最低価格、入札の最低価格につきましても、見直し、底上げですね、をするような形、人件費を含めての底上げをするという形での、通達も来てございますので、総合的に判断してまいりたいというふうに考えております。4番、三木浩一議員。少し安心させていただきました。ありがとうございます。公共事業をするからには、働く人たち、そこで、事業を受けた、業者のみが儲かるんじゃなくて、そこで働く人の生活に、の安定に寄与するということが一つの、公共事業の役割だと思いますので、今後ともよろしくお願いします。あと、職員の給与に絡む部分で、職員の市長さんの方からも、人件費の削減や職員数のカット等で職員に負担のが多少なら大きくなってきているのは、を取られましたけれども、それ、も含めて、臨時雇用の職員が同じ、先ほど事務職はほとんど正規雇用の方で対応しているということがありましたけれども、それはほとんどいうことはゼロじゃないわけで、できるだけゼロに近づくように努力していただきたいという希望だけお伝えして、その分では終わりたいと思います。もう一つ、定住促進のことについてですけれども、さまざまな施策が子育てとか、住宅についての施策、子育て支援の施策、福祉的な部分、いろんな施策がたくさん実施されているのをよく知っておりますけれども、それをよその市外の方にもっともっと訴えていくというね、そして辰野市はいいんだよ、辰野市はこういう住みやすいところ、子育てしやすいところだということをもう少しもっともっとアピールね、していけるような何か手段を考えてはいかがなと思うんですけども、どうでしょうか。以上、企画財政部長。市外へのアピールが不足しているんじゃないかというようなお話でございます。私どももそれにつきましては少々検討してきたがんなというふうに考えておりまして、例えば定住促進ガイドであるとか、辰野市に来ていただくんやったらどういう格好でこういう政策がありますよというようなものをですね、考えてみたいなというふうに考えております。特に定住促進につきましてはちょっとターゲットをね絞って、いわゆるスローライフいうんですか、団塊の世代の方々をこう入れていくというよりも、むしろ20代30代の若年子育て世代ですかね、そういった方々をターゲットに絞った形で今後検討していきたいなと。またそういった定住促進ガイド的な部分も作成して市外にアピールできるような、もちろんインターネットも通じてもそうですけれども、何かそういったことは考えていきたいなというふうに考えてございます。10番、三木浩一議員。本当によろしくお願いします。なぜ、これを質問しようと思ったときのは、横田議員の寄進線の除作線の話と同意なんですけども、朝夕寄進線私も利用することが増えたんですけども、本当に朝夕は都会の通勤ラッシュを思わせるような状況、乗客の混みようです。でそういうことも含めて、こんだけの人が辰野市本辰野駅、新宮駅とかね、いろんなところで降りられるのに、その人たちが
辰野市になぜ住んでいないのかなという疑問から出てきたことなんで、ぜひともそういう人たちにチラシを配るとかアピールする方法を考えていただきたいなと思います。次に国民宿舎のことですけれども、3層共通の、それぞれの層でこんなことをやってます、こんなことでそれぞれの別々のチラシはよく見るんですが、これどの層も同じことやってますいうような共通のチラシですね、そういうものがちょっと少ないように思うんですけども、どうでしょうか。防衛企業部長。すみません、これまでに山荘巡り宿泊プランとか花見プランとかいう形で山荘を共通したプランをやってたんですけども、なかなかやっぱ1年間でその数回以降泊まりに来られるっていうふうな方が少ないという部分とか、また宿舎としてはやっぱり それぞれの宿舎で地域の魅力個性を生かした自分とこの各層の企画をやっぱり充実して利用拡大を図っていくという方向に力を入れて今現在取り組んでいるところで、共通プランについては実際ちょっと少なくなっているというふうに思います。20番三木浩一議員。これも、出したのは以前3層巡りプランがあって、1層目は何パーセント割引、 2層目になったら 何パーセント割引、割引率がだんだん大きくなるということで大変便利だなと、年間3回宴会すれば大分安上がるなという思いがしたときにいいなと思ったんです。それこそ事業所等に言えば大変利用客が増えるんじゃないかなという思いがしました。でこれ言いました。それともう一つは先日私のところの父親の米寿の祝いを新米こそでしたんです。そしてその時に米寿の祝いなんで何か特典ないんですかという話を聞いたら、いや今してないんですとか言って、その時なかった。そしたら少し経ったら赤トンボ荘だったかなのチラシの中に米寿の特典で部屋代無料とか写真なんとかとかいうね、いろいろ特典があるチラシが今度入ってきたもん でよそのところへ行けば同じようにあるんかな、いやこれはなんか赤トモソだけみたいやというようなことをね聞いたんで、これもアンバランスかなという思いがしたんで、そういう誰でも共通できるような部分について同じサービスは当然できるんじゃないかなと思いますんで、その点どうでしょうか。公営企業部長。今言われましたように市民の方 の利用特典については、それぞれの3層あるんですけども、3層で共通してプランを考えていく部分と、それからそれぞれ の宿舎で独自で企画してやるプラントを、今後、考えていきたいと。できれば市民の方が利用するものについてはなるべく共通したプランなんかが考えればやっていきたいというふうに考えております。20番三木浩一議員。市民の方の利用の特典優待制度とかポイント制度については検討していきたいという話、これくれぐれもよろしくお願いしたいなと思います。今どこの店行ってもポイントカードポイントカードで、それを貯めるのは楽しみで行かれる方が大変多いように聞いています。よろしくぜひともお願いしたいと思います。それと合わせて、前もこれ一度お話しさせてもらったと思うんですけども、それぞれ、三つから揖保川、辰野、信号にしてもそれぞれ大きなホールがあります。そのホールで年間いろんな研究会だとか集会、イベント、から感激とか、コンサートですね、そういうものはたくさん行われているんですね。行われているけども、本当そこへ来られた客お客さんが宿舎に泊まるところまでね、呼び客を引き込めているかどうか、それのタイアップ両方合わせたチケットとかね、いうような計画、そういうものをしてはという話をさせてもらったことがあるんですけども、そのことについては、今どうなっているんでしょうか。その件につきましては統括支配人の方からお答えします。後藤支配人。
ただいまのところ赤トンボホール、アクアホールと赤トンボ層の方が、その赤トンボホールにおける、またはアクアホールにおけるコンサートにご利用の場合は1000円の宿泊、500円ですかの宿泊割引というのをやっておりますが、今のところその利用の方が振るわないと。ただ今後におきましては新米こそ新武装におきましてもそういったタイアップを利用していこうということは考えております。20番三木浩一議員。私たちも全国あちらこちらの研究会とか、そういう研修会行くときに、旅行者が宿まで研究会と合わせてその宿まで、全部セットでね、斡旋するみたいな状況があると思うんですね。だからそういうような、このチケットを購入するときの斡旋から、またはこんな大きな、団体が入ってこられるときのその、当然もう赤トンボと宿泊パック、セットですよというような、売り込みですね、旅行者やとかそういう業者への売り込み、そういうものは今どうなっているでしょうか。議長、統括試合に。統括試合に。はい、おっしゃる通り、ただいまのところ、各国民宿舎それぞれ3層におきまして、旅行会社へのアピールは特に強く行っております。で昨年も大阪神戸の方へ出向きまして、新武装におきましては団体旅行取扱いの旅行者の方を回らせていただき、赤トンボ層に新米こそにおきましては個人客、先ほどおっしゃったようなツアーですとかそういったのを重視した売り込みに参っております。20番三木浩一議員、くれぐれもよろしくお願いします。またその努力の結果等についてもまた後日お伺いしたいと思いますのでよろしくお願いします。でこの前テレビでは見たんですけども、免許証の返上者とか高齢者に対して、半額割引チケットとかね、そういうものを民間のホテルが、しているというのをテレビの番組で、見たんですけども、まあ、それも含めて、いわゆる生活弱者ですかね、交通弱者と言われるような方、または、生活にある程度困難をきたしている方に対するね、そういう利便性のあるような、ことも今後検討していただけたらなという思いがします。もうこれも当分結構です。これからも、利用促進のために力いっぱい頑張っていただきたいなという思いがします。同じ赤字でも利用者がたくさんあった、私も使ったというような状況で、赤字であればまた納得できる部分が、ね、あるけど、利用者がなくて赤字であればこれは納得できないという部分がありますので、そこら辺の、利用客の増加と公民館や公共施設を、ね、と同じ感覚で、片っぽ運営するという部分も片っぽ必要じゃないかなという思いがしますので、今後ともよろしくお願いします。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。